ちは、ゆうほです。今日は富士山を描いた葛飾北斎の名作「富嶽三十六景」全作品を紹介していきたいと思います。まず富嶽三十六景についてなんですけれども、さまざまな場所、角度、時間帯から見た富士山をテーマとした葛飾北斎による一連の風景画シリーズで、1830年から33年の間、3年間をかけて制作されました。36景と言いますが、実際には46枚あります。はじめはタイトル通り36枚の予定でしたが、大変な人気で売れ行きも好調、かつ北斎ももっと富士山を描きたいというモチベーションにあふれていたため、さらに10点の追加になったそうです。後から追加された10作品は浮世絵好きの間で通称裏富士と呼ばれているようです。当時のライバル作品として歌川広重の東海道五十三次があり、お互いに刺激し合うこととなりました。北斎の浮世絵の人気は日本国内だけにとどまらず、海外へも大きく影響しています。パリのポスト印象派の画家アンリ・リヴィエールはジャポニズムの影響を受け、北斎の富嶽三十六景のオマージュ作品としてエッフェル塔三十六景を制作しています。富嶽三十六景の作品全46枚では、すべてに紺青、ベロアイ、プルシアンブルーが使われています。この色は富嶽三十六景の中での使われ方があまりにも印象的だったため、北斎ブルーと呼ばれていることもあります。北斎ブルーことプルシアンブルー、こちらの鮮やかな青色はヨーロッパから持ち込まれた人工的な合成色素で、草木による色素を使っていた当時の日本にとってはかなりの衝撃だったことと思われます。それでは富嶽三十六景全シリーズを1枚ずつ紹介していきたいと思います。1. 神奈川沖波浦。ザ・北斎といえる一番有名な作品、かっこいいですね。海外でもグレートウェイブとしてとっても人気です。2024年の新千円札の裏側にも登場するということでも話題になりましたね。 2. 外風快晴。よく晴れた日の富士山、鮮やかな青に赤が映える。季節的には晩夏から初秋でしょうか。イワシ雲の表現も素敵です。三花白雨。個人的にはこのシリーズの中で一番好きな作品です。雷のシャープな表現がとってもかっこいいし、後ろのもくもくとした入道雲の表現も迫力があって素敵です。4. 深川万年橋下。こちらはシティな富士山ですね。現在の東京都江東区です。深川っていうタイトルは深川飯の深川です。右下の人とか船に乗っている人たちはアサリを取っているのかなーなどと考えるのも面白いですね。 5. 尾州富士見ヶ原。現在の名古屋の富士見町です。こちらは富嶽三十六景全46作品のうち富士山から2番目に遠い場所から描かれているそうです。学生の頃の美術の教科書に大小遠近法の例として載っていたのを覚えています。 6. 甲州犬目峠。山梨県上野原市です。アースカラーで落ち着いたのんびりとした雰囲気ですね。 7. 武州千住。現在の足立区千住です。馬の後ろに見える大きな柱のようなものは石枠といって、隅田川の水が用水路に逆流しないためのものです。 8. 青山円座松。現在の渋谷です。江戸時代の渋谷は武家屋敷が立ち並ぶ郊外でした。現在のように商業都市となったのは戦後からのようですね。この面白い葉っぱの形は笠松で、当時の江戸名所の一つだったようです。左下には松の木の幹に紛れて掃除をしている人の足が描かれているのに、北斎の遊び心を感じます。 9. 東都駿台。現在は予備校でおなじみの神田駿河台です。武家屋敷のような立派な屋根が見えますが、当時この辺りは幕臣の家など武家屋敷が立ち並んでいたようです。 10. 武州多摩川。東京都府中の多摩川です。水面の表現がリアルで、水への鋭い観察眼という意味では有名な神奈川沖波浦にも通ずるものがあります。穏やかながら臨場感のある作品です。 11. 曹州七里ヶ浜。神奈川県の鎌倉ですね。大きな入道雲が夏らしさを感じます。人は描かれておらず、静かな夕方の風景です。 12. 舞踊佃島。現在の東京都中央区佃島です。佃煮が有名ですね。佃島という名前の由来ですが、大阪の地名から来ています。江戸時代、徳川家康が幕府を開いた際に
大阪から漁師たちを江戸に移住させたことで、この地は漁業の中心的な場所となりました。そして漁師たちの出身地、佃村にちなんで佃島と名付けたそうです。13、上州牛堀、現在の茨城県です。富岳36景の作品のうち最も遠い位置から描かれているそうです。ガチを占める青の多さが寒そうな雰囲気を際立てています。14、甲州梶賀沢、岩に打ち付けられる波しぶきがすごい。奥の大きく揺れてそうな水面の表現も素敵です。手前の岩、漁師、網の三角形が奥の富士山と相似しているといった遊び心のある作品です。15、信州諏訪湖、少し寂しい感じもしますね。北斎は単に造形だけでなく、その場の空気感も描くのが上手なんだと思います。中央の松の木の細さや葉っぱの少なさ、少しくたびれた感じの屋根、ポツンと一艘だけある船がノスタルジックな雰囲気です。16、東都海山中、現在の静岡県です。職人たちの声が聞こえてそうな、また背景の煙ももくもくと大胆に立ち上る勢いのある構図です。17、甲州三島越え、現在の山梨と静岡の間あたりだそうです。手をつないで幹を一周しようとするにも全然届かない人々も面白いですね。後ろの入道雲ももくもくと愛嬌のある形をしています。18、寸州江尻、これは楽しい。2021年に公開された映画北斎でもここは印象的なシーンとして結構描かれてました。風の動きって目に見えないのに、それをこんなに臨場感たっぷりにリアルに表現できるのが本当にすごすぎるなと思うし、突風にあたふたする人々と奥のどっしり構えて動じない富士山の対比が面白いですね。19、東都浅草本願寺、おなじみの浅草寺です。影を使わなくても立体感があるのがすごい。図形を描くのがうまいと言いますか、影をつけなくてこれだけ立体感が出せるのはすごいなと思います。初めて浮世絵を見た西洋の人が驚くのも納得がいきます。20、相州梅沢左、富士山に鶴という縁起の良い組み合わせです。人間が描かれていないこともより一層神聖な感じがします。21、下目黒、当時目黒は鷹狩りの場所として有名でした。中央右寄りの帽子をかぶった二人組は鷹匠です。奥で控えめに頭を出した富士山も素敵。22、上総の海寺、こちらもかっこいいですよね。船の帆の三角形の間から見える富士山が素敵です。後ろの水平線が丸く描かれているのも北斎は地球が丸いことを知っていたのかなと面白いなと思いました。23、上りと裏、こちらは千葉県の戸渡神社です。遊ぶ子供たちや潮干狩りをする人でのんびりとほのぼのした様子が伝わってきます。24、東海道吉田、こちらは富士山から3番目に遠い場所から描かれているそうです。吉田宿は現在の愛知県豊橋市に位置しています。中央の看板の文字は富士見茶屋、富士山のよく見える茶屋として知られていたようです。25、小石川雪の明日、現在の文京区小石川です。江戸時代より多くの武家屋敷や大名屋敷で栄えていたようです。住宅街の雪って普段と違う特別感があっていいですよね。白い雪の合間から見える深緑の松も素敵です。26、御前屋橋より両国橋石葉を見る、この富士山は面白いです。夕日で逆光なので単色のシルエットとして表されています。こういう表現がさすがすぎると。両国橋っていうのは武蔵と下総の両国に関わることから両国橋という名前が付けられました。奥の方の色を薄く、全体的に建物とか薄くすることによって距離感も感じられます。27、東海道江尻田子の浦略図、現在の静岡県です。田子の浦といえば子供の頃とかにやった百人一首を思い出す方もいるかもしれません。田子の浦に打ち出てみれば白田への富士の高根に雪は降りつつという歌があります。確かに富士の高根に雪が降ってるなという感じですね。28、相州江ノ島、こちらもご存知江ノ島です。夕焼け空のオレンジが素敵です。濃いコントラストでくっきりと描かれた富士山が存在感を放っています。波打ち側の白い水しぶきの表現も面白いです。29、江戸日本橋、こちらは再びシティ富士山ですね。奥に描かれているのは江戸城です。びっしりと立て並ぶ立派な建物や
ぎゅうぎゅうの通行人の群れであふれかえる橋の上と相まって江戸の町の繁栄が見て取れます。30、江戸駿河町三井店略図。三井店屋というのは江戸時代屈指の呉服屋越後屋のことです。現在では三越としておなじみですね。大きな瓦屋根で当時から栄えていた様子が伺えます。31、相州箱根湖水。現在では遊覧船で知られる箱根の芦ノ湖です。新緑と山頂の雪が多めなので季節的には春かなと思うんですけれども、この作品には人が描かれていない上にオレンジ色の霞がかった雲も相まって神秘的な空気を感じます。32、甲州三坂水面。こちらも好きな作品です。真夏らしい深緑と富士山の山頂に雪が積もっていません。それに対して水面に映った富士山はよくイメージする山頂に雪の積もった姿をしています。これが真の姿って感じで面白い表現だなと思いました。33、穏田の水車。現在の渋谷区神宮前です。水車から溢れる水の描き方が面白いなと思いました。左下の男の子が持っている紐につながれた亀も可愛いです。34、東海道保土ヶ谷。草履の紐を結び直すカゴかきや手綱を引かれて歩く馬など、新緑の色も相まってほのぼのとした雰囲気です。35、隅田川関屋の里。颯爽と走る馬がとってもかっこいい。躍動感のある絵がまだ珍しい時代だったので、さぞかし人気だったのではないかなと思います。36、500羅漢寺笹井堂。富士山を眺める様々な身分の人々でとっても楽しそうだなっていうのと、どんな身分や性別でも富士山を美しいと思う心はみんな変わらないんだなっていう感じで、富士山がこの時代からとってもみんなに愛されていたことが伝わってきます。話はそれますが、ワードプレスを使ったことがある方、見たことがありませんか？人気の定番プラグイン、コンタクトフォーム7のログやヘッダーにもこちらの作品が使われています。さて、この後は後から追加された10枚、裏富士について紹介していきたいと思います。どうしてこちらが最後に追加された10枚なのかっていうことなんですけれども、これは使われている染料、インクの色でその違いが分かったそうです。先に刷られた36枚では、文字のところや絵の輪郭線が国際ブルー、根性、ベロアイで刷られているのに対して、後から刷られたものは墨を使って刷られているようなので、そこで判断しているようです。浮世絵の美術館として有名な大田記念美術館さんのノートによって私は見たんですけど、リンクも貼っておきますので、詳しく知りたい方はぜひそちらを見てみてください。37、身延川裏富士。現在の山梨県身延町です。身延饅頭でおなじみですね。当時は甲州から側から見た富士山を裏富士と呼んでいたようです。38、千住花町より眺望の富士。こちらもタイトルに千住とつくんですけれども、正確には足立区ではなく台東区のようです。富士山と花町を背にして大名行列の様子が描かれるっていう江戸のフルコース的な作品ですね。赤い細長いものは袋に入れた鉄砲です。39、寸州片倉茶園の富士。こちらは現在でもお茶の名産地として知られる静岡県です。静岡のどこなのか正確な場所は分かっていないそうですが、茶畑で働く人々の様子に温かみを感じます。40、東海道品川御殿山の富士。現在の東京都品川区です。御殿山は江戸時代には桜の名所として知られていたようで、お花見を楽しむ人々が生き生きと描かれています。富嶽三十六景の中では唯一桜が描かれていて、華やかで優しい雰囲気の作品です。41、甲州伊沢の暁。こちらは甲州街道の宿場町です。明け方を描いた作品で、渦中の人々も活気があるというよりかはまだ眠たそうな、ゆっくり歩いているような感じです。全体的にもまだ明け方というか朝らしいシックな色味でまとめられていますね。42、本所立川。こちらは東京都墨田区です。元気な職人の声が今にも聞こえてきそうな感じです。43、東海道金谷の富士。この作品はすごく面白いなぁと思ったんですけれども、一体何をしてるんだろうっていうことなんですが、この人たちは大井川って川を渡っているところで、当時この川には橋がなく、川を渡る専用のカゴだったり肩車をして橋渡しみたいな感じの人力で川を渡っていたようです。料金が人に乗るのかカゴに乗るのかとか、乗り心地、カゴの大きさとかによって変わっていたようです。
場所は現在の静岡県島田市で、タイトルの金谷っていうのは当時の宿場の名前だそうです。44、総州中原、現在の神奈川県平塚市中原です。富士山の手前の緑色の山は大山といって、江戸時代には信仰対象の山となっていました。当時の庶民には観光のための旅行が許されていなかったので、大山への参詣の旅、お参りの旅は許される数少ない旅の機会でした。大山詣に向かう人々の楽しそうな様子が書かれています。45、駿州大野神殿、現在の静岡県富士市です。時間帯は東の空が赤く染まる早朝と考えられます。46、初任登山、場所は富士山頂です。こちらは富岳36景の全46枚で唯一、富士山の姿ではなく富士山に登る人々の様子が書かれています。私は富士山に登ったことはありませんが、現在でも酸素や専用の靴などいろいろな装備がいるのに、この時代は非常に大変だったろうなと思います。ということで、お気に入りの作品は見つかりましたか？私はやっぱり酸と白が一番好きかなと思います。皆さんもぜひこの中でこれが好きだよって作品を下のコメント欄で教えてください。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。